ませ。別々の道を歩くこと。当たり前のように毎日が過ぎていたよね。あっという間、机のなくなきも見ることもないのかな。涙が溢れ出す。家町に歩いた帰り道、今にも胸が張り裂けそうになって、勇気出してそっと話しかけた。厳しかったあの先生だって僕らを思ってくれてた。今さら希望と不安が溢れ出す。前を見て進もうと心には決めてるけど、桜の季節、また会おう。